ウランウデはロシアの東シベリアにあるブリアート共和国の首都である。人口は約44万人。バイカル湖の南東約1 0 0トルに位置する。人口は約44万人。チンギスカン時代にモンゴル帝国のハントになった後、1666年にロシア帝国のコサック部隊がウデ川の下半に要塞を建設した。当初の名前はベルフネウジンスク。 現在のウランウデの名称はソビエト連邦時代以降である。1891年には法日の基とに皇太子ニコライ2世が立ち寄った。ロシア革命後には反革命軍、ついでシベリア出兵により日本軍がこの町を占領し、1920年にはソビエト政権による干渉国家である極東共和国の首都となったが、1922年に ソビエトが支配を回復した。1923年には、ブリアートモンゴルソビエト社会主義自治共和国の首都となり、現在に至るまで地域の中心となっている。ソ連対日産戦後は、多くの日本兵が連行されて、強制労働に従事させられ、犠牲者の墓地もある。ブリアート人は、チベット仏教の信徒が多く、高台にはリンポチェバグ社寺院がある。近郊にある、 イボルギンスキー脱ンはロシアにおける仏教信仰の中心になっている。シベリア鉄道の通過地であり、モンゴルのウランバートルを経て、中国の北京に至る支線の分岐地としても重要である。ウランウデはソ連時代より航空機産業の中心地の一つとされてきた。ソ連崩壊後、特にミル設計局のヘリコプター製造工場であったウランウデ航空機工場は、 現在では、独自に未マイナス17の派生型等を開発、生産、輸出しており、ロシアの航空産業を担う大きな柱となっている。名物料理は、ブーザ。ロシア語では、ポーズイと呼ばれる。外観は、大きめの小籠包に餃子より厚めの皮に洋肉あるいは、牛肉のミンチと玉ねぎなどが中に入る。もともとは、祭日用に食したが、現在では、 市内の各地点で見かけられ日常的に食されている。ウランウでのみならず、ブリヤート人の民族料理という見方が強い。欠片の気候区分では内陸型のステップ気候に、属し、夏は短いが、比較的温度が上がり最も暑い7月の平均気温は19.8度にまでになる。日中は26.6度まで上がり、30度を超すことも多く。 2016年7月には40.6度を記録している。冬は国間で1月の平均気温はマイナス23.3度。平均最低気温はマイナス27.6度で時にマイナス40度以下まで下がることもあり、1931年1月にはマイナス54.4度を記録している。雨は1年を通じて少ない。ありがとうございます。